こんにちは、ハイジーです。というわけで、なんか今日は頭もぼーっとしている感じでございまして、というのも私ね、いつもラジオアプリをね、つけて、それから10分で切れるタイマーをかけながら寝るんですよ。で、気持ちよくさ、誰かの癒される配信とかラジオとかを聞いて寝るんですけれども、そのさ、寝られなかった場合はもう10分延長っていう感じでやっていくんですよ、繰り返し。で、今日はね、昨日の夜は3回目くらいの延長で寝れたんですけども、おそらくもう寝ぼけながらタイマーをセットしたから、セットできてなかったようで、起きる時までずっとラジオがね、耳元で流れてたんです。AirPodsで聞いてんですけども、流れてて。で、やっぱりそうなると、寝てる最中もずーっと誰かが喋ってるわけじゃないですか。で、なんかもう、寝起きというか、すっきりした感じが得られなくて。昔さ、なんかさ、寝てる間に聞いとけば、覚えてますみたいな英語の教材とか、ありませんでした？子供の頃とか。あれ、本当なの？覚えてはないよ。僕もずーっと今日も一晩中、耳のこっち側で誰か喋ってた状態でしたけども、何も内容覚えてないけど、あの昔あった教材とかってあれどうだったんでしょうね。やっぱり違ったのかなとかいうのも考えたりもしますけれども、今日は関係ありません。もう、こちらでございます。なんかすっごいでかいカップ麺見つけたから、買ってきました。でか切り白菜という、ラーメンでございまして、ニュータッチ凄盛りですって。で、どっさり旬どれ、キムチ鍋風ラーメン、辛いやつかもしれない。そうだそうか、辛いやつだ。なんかデカさに惹かれて買っちゃった感じはしましたけども、ペロペロペロンと開けますと、とにかく器でかいでしょ。で、火薬も結構ボリューミーなのでしょうか。この火薬を開封して麺の上に開け、熱湯を注いでくださいですって。なるほど、これ注ぐ前だったから。で、これは後入れの液体スープで、あれ、同じ火薬が2個。あ、なるほど、本当だから、どっさりなんだ。で、なんかこうやって入ってましたね。その辺もなんかこだわりなのでしょうか。こうは入れないんだっていう感じがしますけれども、じゃあまずは火薬を開けていくっていう作業ですね。はい、これ、まあ、白菜火薬だね、やっぱりね。で、こうフリーズドライの白菜で、こう切っての、よいしょ。もうここでさ、できる限り溶かすの好きだよね。なんかもう変化見たいから、こっちはやってる最中に。お湯足りんのこれ？危ない、あ、危ない。お湯足りなくなる心配するくらい、やっぱ器がでかいんだね、これね。で、これで温めて、熱湯、じゃあ5分だ、5分で待ってる最中ではございますが、あのね、コメント欄にコメントが来ておりまして、サブチャンネルにもコメントいつもありがとうございます。あの、由美子さんがハイジーのコメント返信動画作ってっていうのがありまして、そういうのをですね、このカップ麺のお湯待ち時間とかにできたらいいかなと思いまして、由美子さんありがとうございます。で、基本的にサブチャンネル、これやりたいんですけども、サブチャンネルに関しましてはやっぱりね、コメントを編集でここに乗っけていったりとかってする作業が、この更新ペースでそれができる感じじゃないということで、あの、口頭の感じでお願いします。ただ感謝はしております。本当にいつも皆さんコメントありがとうございます。由美子さんもありがとうございます。で、見ていきますとですね、まずこれ、美香さんが、ハイジー、カップの口が広いとドリップコーヒーが引っかからなくなるよ、だからそれがベストっていう話は、このさ、僕が使ってるスタバのやつね、これ洗う時に手で突っ込んでこれ洗えるから、まあギリいいサイズなんですけども、もうちょっと口が広かったらもっと洗いやすいから、あとちょっと広げてっていう話をしてたんですけども、確かにそうしちゃうとドリップコーヒーのあれが引っかかんないんだ。で、そうなるとドリップコーヒーも全国基準で広げなきゃいけなくなっちゃうから大変ってことか。なるほどね、ありがとうございます、美香さん、すごく勉強になりました。だからさ、こっちのさ、勝手なさ、言い分をさね、要望とかをさ、ガン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 伝えてもさ、相手からしたらさ、いや、それはわかるけど、こういう問題があんのよっていうことが、往々にしてあるでしょうから、あまり、ね、そういう自己主張も、
そんな壮大な話じゃなかった、別に。ごめんなさい。で、あとね、コメント来てたのはね、オシムジャパンさんから、ハイジーさん、私、もともとブラックコーヒー大好きで毎日飲んでました。ただ、今妊娠8週目で、あら、つわりの真っ只中でなかなか飲めてませんが、妊娠初期はネットでカフェインレスコーヒーのインスタント買って飲みました。うん。味の違いも全くなく、通常のカフェイン入りと変わらず、美味しく飲めますよ。本当におすすめです。私が買ったのはラベルに妊婦さんの絵が書いてあって 99.9% カフェインレスって書いてあって3本買って送料無料でした、その回し物じゃないので単純におすすめしたい。毎日コーヒー飲むならせめて夜だけでもカフェインレスコーヒーにしてみては。すっごい有用な情報、これはいい、ぜひ買ってみたい。別に回し物でもいいから、回し物じゃダメか、だからリンク貼っといてくれたらもうそれ買うよっていうくらいめちゃいいじゃんこの感じ。ただ 99.9% ってさ、あと 0.1% どうにかなんなかったのっていう感じはしますけれども、まあ、いいんですけど 0.1% が飲んでも大丈夫かね。カフェインそれで眠れなくなったらもうさすがに弱すぎるかとは思うんですけれども、なんでしょうね、こだわりですかね。あとプラフコントロールを進めない残り 3% の歯医者さんが進める歯医者の治療方法も知りたいよね。何なんでしょうね、そういうとこ気になっちゃうタイプでね。それを見ていましたらこんなのが来まして、美和子今倉さんからのコメント、こんばんは、はじめまして、タンポポコーヒーはいかがでしょうかっていうのがありました。そう、これは銘柄もちゃんと書いてくれてコメントしてくれておりますので、タンポポコーヒーすごそうじゃないと思ってちょっと見てみましょうかね。そうそう、でなんでこんな話かというと、僕がコーヒー好きで飲んでるっていうのももしかしたらいつもの不眠症にね関係があるのかなっていうのがあって、奥さんに、そんだったら、あ、開けていきましょうね。おお、白菜がでかくなってる。これはいい、カップ麺の火薬のサイズじゃないくらいのね、でかさになってる野菜がね、だいたいカップ麺の火薬はかなりのね、細切れというか、ちっちゃ切れというか、そんな感じでありますし、まあ、エビの小ささも半端じゃなかったりしますから、この白菜のでかさ、結構嬉しいけども、ああ、これ結構さ、赤々してる感じがあるんですけれども、そんなに多分ね、匂いからしても、辛いで押してるカップ麺じゃなくて、やっぱり、キムチ風の美味しく食べられるカップ麺っていう印象かもしれませんね。いただきまーす。麺はね、意外とですね、こういう感じでございますね。何が意外なのか全くわかりませんけれども。なるほど。キムチ鍋だ。もうキムチ鍋です。で、辛さも、まあ、ちょっとじわっと一口目で、まあ、来ますね。まあ、おでこ、こめかみ、顎先中心に、まあ、じわっと顎先は来ませんでした。すいません。顎先にじわってくる感覚、さすがに僕もありませんでした。で、麺に関しては意外と食感がありまして、ちょっとムチッとしてる印象？何が意外なのか全くわかりませんけれども、美味しい！うん。あ、なるほどね。なんか、美味しいは美味しいんですけども、なんかどっか僕の中でサラッとしてる印象かな。もうちょっとコクがあってもいいのかなって思っちゃうな。ここ最近のカップ麺になりすぎてるからかもしれないね。なんかそう、なんかさ、どぎついものばっか食べすぎてそうなっちゃってんのか、自分も持ってかれちゃってんのか、そっちの感覚に。これはね、でも思ってる以上にサラサラ、後入れのスープなんかさ、ちょっとドロッとしてる印象だったんですけども、実は見た目ほどのパンチがないっていう印象なんですけども、ちょっと今回は白菜も込みでいってみましょうか。いや、フリーズドライの白菜ってこんなに優秀なんだね。めちゃくちゃ白菜、当たり前ですけども、めちゃくちゃちゃんと白菜のシャキシャキした感じの中から吸ってるキムチスープがじわじわ出てきて、いや、美味しかったです。これはこれでいいんだ。だからドロッとしてるカップラーメンじゃなくていいんだ。この白菜のみずみずしい、なんならそう
みずみずしさも感じられるくらいの白菜パワーでございまして、しっかり美味しい鍋の締めのラーメン、キムチ鍋の締めラーメンっていうことになってます。うん、いや、食べれば食べるほどやっぱ美味しく感じてきました。もうやっぱで一個言えるのは、最初のうちはさ、まあそこまで辛くないですわとか、まあこんなもんだよね、別に辛さメインで押してるわけじゃないけどねみたいなこと言ってましたが、私食べていくと、量結構食べていくと、そこそこね、蓄積ダメージってのはやっぱどうしてもあります。もうモンハンだったら尻尾切れるやつ